ご近所さんの気楽なステージ。ひよってはない。ひよ、今日はちょっと、うん、場所を変わって、武蔵野森コーヒーね、朝霞武蔵野森コーヒーからお送りしておりますけどね、うんうん、何回かやったことあるよ、坂本さんと3人で、喫茶店で撮るみたいな。あ、本当？割と初期はあったよ。あったよ。めっちゃ恥ずかしい。恥ずいってやつだね。そう、坂本さんはね、やから、メイミンっていうのもあるし、と思うんやけど、全然変わらんのよ。普通にラジオ独特の口調ってあるやん、ラジオですねみたいな口調あるやん。あれ普通にガストとかにできるの？僕なんかに言いましたよ。もうこのあれで入っていく、リスナーじゃなくて、なんていうかいね、さんさん、ラジオを聞きの皆さん、ラジオみたいなことをめっちゃ大きい声で言うんよ、絶対ラジオやみたいな。バレバレのすぐ横後ろでなんかギャル集団みたいなの騒いでる、後ろで、って感じで、まあ、なんかまあ最近のことといえばね、あのウエストワールド、ウエストワールドね、をねついにやや古いネタなんやろうけどね、多分やろうけど、ギャーギャー言ってるのはちょっと前だよ、多分ね、話題になった。今シーズン3らしいから、制作中らしいから、ダウンロードして、でもシーズン1全部見ました、ね。ウエストワールド、ウエストワールドなんですね。面白かったね。久々に面白い。久々に面白かった。もうね、さかのぼることブレイキングバットよ。もうこんなに魅了されたのは。魅了されたのはね。ブレイキングバットの前はもう北の国から。北の国からブレイキングバット、ウエストワールド、っていう感じや、過去に一番ハマったドラマって、まあ、ベタやけどツインピークスのね、デビッド・リンチが一番面白かったと思ったよね、でそれから北の国からはだいぶ遅れて、海くんがね、見なさいって言うから、見たんや、でドラマ版は全部見ました、でツインピークスやなと思ったよ、北の国から、一緒やなと思って、でね、これびっくりしたんやけど、全く偶然なんかの、ネットラジオかなんかで聞いたんやけど、映画批評のね、町山智博さんが、北の国からっていうのはツインピークスと全く一緒ですっていうのを誰も信じないんですよって言っとって、そうやってすごい思ったんやけど、みんな気づいてない、町山さん気づいてるけど、すっごい似てる。なるほど、まあ、北の国からもハマりました、まあ、ドラマだけやけどね、まあ、ドラマってその連続ドラマだけやけど、でね、時を経て十数年経てウエストワールドに行き着いたわけよ。行き着いてね、やっぱね、北の国からもう、いいけど、こういう話も面白いなと思ったね。どういうこと？北じゃなくて西もいいぞっていうそういうこと、感じだったね、西部もいいぞ、西部もいいぞって感じだったね。そうやね、まあいわば何、ノースランドから、そうそう、ウエストランド、ウエストワールドへ、そうそう、ノースワールドばっかりに魅了されてたけど、やっぱ西もいいな、まあ、基本的には世界は東西でやっぱり回ってるなって感じはしたね。北はあんまり関係ないなと思った、だいぶ評価下がったね、北っていう方角の評価が下がった、方角の評価さ、よう分からんけど、西部結構好きやからね、学校そんなに、そう、そんな見てないけど、マカロニウエスタンとか、まあなんやろ、クリント・イーストウッドとかね、僕だって昔はカウボーイになりたかったもん。あ、そうなん、子
子供の頃、うん、だから唯一ちゃんと家族全員が写っとる写真ってあの西部劇のコスプレした写真やの。そうそう、うん、ディズニーランドで、ディズニーランドシャルト西部の格好、うん、あれだけやもんね家族写真って、うんうん、唯一の家族写真が西部劇のコスプレ、ちゃんと家族写真撮っとこうっていうのが西部劇、うん、古き良きアメリカ人ですね、うんうん、おかんもねもうバリバリのあのまあアメリカの西南部から影響を受けとるからね、うん、だってもうあれね、あのアメリカ人のあの、うんね、コムレビエレキのデイブ、うん、あれのおじいちゃんでもあんなないよ多分ないやろ、うん、だってもね、うん、おじいちゃんでまあむしろああやってさニューヨークとかで活動してた人やろ、うん、もともとどこやったらデトロイトかとかシカゴが活動してたんだよ、うん、活動しとってニューヨーク行って日本に来るような人やから、うん、多分そういうのアメリカの西部的なのあんま好きじゃないないよ、ね、下手したそうそう、うん、日本的なカントリーとか多分嫌い、うん、カントリー嫌いやろね嫌いやろ多分、うん、僕らは大好きやから、うん、カントリーをそうそうだからそういうの言ったらダッサと思われる、うん、思われるダッサみたいなポケモンとかのね、うん、クールなのに、うん、ね日本に来るアメリカ人ってのは大概そうよ。そうカントリーなんか聞いてないよ、うん、けどそのあえてそれが面白かったよね、うん、ウエストワールドはその、うん、たださ、うん、今日本で、まあ、右翼とか、うん、さ、うんまあ、時代劇がそんなないしさ、うん、そんなことばっかり言ってる人ってちょっと少ない少数だけどさ、うんうん、そこに帰っていくっていうギャップがね、うんアメリカ人に西部っていうものが結構どんどん遠のいていったから面白いんやろね、うん、日本でいうと渦政映画村よ、うんね、渦政映画村とかそうそうそこに入るっていうことやからさ、うん、マジならば行ってみたいと思うよねそうね、うん、だってあの大阪のさ、うん、なんていうか江戸なんちゃら博物館、うん、何にあったっけ天満にあったり、ね、大阪村し、うん、暮らし博物館、博物館みたいな、まあ、日本の古き良き暮らし、うん、江戸時代ぐらいなのかな、うん、もっと最近か江戸時代ぐらいぐらいの世界観、うん、世界観めちゃくちゃ楽しいもん、ね、めっちゃ楽しくてであれはよくできてて、うん、完全にその江戸時代の大阪の街が、うん、の一部が再現されてて、うん、渦政とか違うとこは室内で作り込んでるから、うん、そうそうこう時間差で時間があるよねそうあれなかなかテーマパークその他で時間を再現できてないそうそうそう、うん、あれはね、うん、気づいたらだから夕日がなったり、うん、朝日が昇る、まあ、結局それだけなんやけど雨とかなかった雨もあったかもしれない、うん、あった傘屋に逃げ込む、うん、とか、うん、で特にアトラクションはないです、うん、暮らしてくださいどうぞっていうだけのそうそうそうもうアドリブそうやね、ウエストワールドと一緒やろ筋書きはないから、うんまあ、ウエストワールドの方が筋書きあるぐらいよ、うん、大阪暮らしの博物館は、うん、完全フリーそう何してもそうそう殺しまくってんやからそうそうまあただね、まあ、架空の街を再現して、うん、ちょっと VR 的にね、うん、体験できるっていう話やろな、うんうん、ウエストワールドって西部の古き良き、うん、南北戦争直後ぐらいのね、うん、まあアイザック・アシモフ、うん、というよりかはあれやまあいろいろあるけど何アイザック・アシモフアイザック・アシモフやなとは思ったけど何がそのウエストワールドがねああそうちょっとそういう感じですけど、まあそれ以上にうん、あの人とかね、あの人ね、ね、うん、あの人のような、うん、誰だ、あの人やもう、あのモンキーハウスようこそとかさ、ああボネガット、あボネガット、ボネガットが出るか、カートボネガットね、カートボネガット、うん、まあ、そういう。のがさ、うん、好きだけどなかなかないからねそういうのが、うん、好きなんよね我々は、うん、でもモネカット的とあんま思わんけどねウエストワールドなんかあんまりちょっとあんな皮肉あんまないなって感じ皮肉のとこじゃなくて、ねうん、そういうなんていうのねフィリップ・ケイ・ディックとかねは近いのフィリップ・ケイ・ディックとかも、うん、
映画だと、うん、まあ、マトリックス以来そんなそこまで、うん、でもあれ原作ウエストワールドはマイケル・クライトの、確か、うん、あそうみたいね、うん、久々にいいの出したなと、うん、やっぱマイケル・クライトっていうのは、うん、こう神の領域っていうのが気になる、うん、気になる人なのかな、ずっと気になってる、人類のなんか、そうなんていうの、人類がやっちゃいけないことをやっているみたいな、そういうテーマよね、それこそそのボーダーの部分が、うん、ボーダーライン、ボーダーの、うんうん、気になるやろね、やろうね、うん、いやあの人って全然知らないけど、そのマイケル・クライトってすっごい熱心なキリスト教徒とかそういうことなんでしょ、そうなんだもんね、どうなるか分からんけど、うん、それすごい気に、毎回気にしてる、毎回気にしてるよね、うん、ここまではもうさや神の領域、うん、神の領域、人類が踏み込んでいけない踏み込んでいけないところに、うん、行ったんじゃないかっていう話だよね、マトリックスとかよう考えたらそういう話じゃないもんね、そう別にむしろ神とはとはっていうのは、うん、世界とは何だっていう話やもんね、そうなの、うん、ミトロヒオーでそこは違うよね、そうなの、やっぱりね、だからさ、ウエストワールドはそういうさ、うん、古典というか昔ながらのさ、うん、散々言われてきたんやんか、人間が、うん、あのここまで来てはダメだとか、うん、AI の話とか大体そうやから、うんうん、その何やというか繰り返しというかさ、哲学的にはそれが楽しいよね、そう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 、この話楽しいよねっていう感じの、そのマトリックスフォードの、うん、なんかそういう革命的な、あんな高座の話じゃないよ、ないよね、一応もう古典やね、うん、うん、そうだね、あの古典の昔ながらのマイケル・クライトンの楽しいなっていう感じが現代の技術だよね、そうそう、マイケル・クライトンも毎回新しいのができたって言うけど、うん、結局テーマは、うん、ジュラシックパーク、ジュラシックパークなんで恐竜作っていいのって言って、うん、はい、そうやね、うん、で恐竜氾濫していく、うん、そうやね、うん、だから数学者が言ったように止めることはできないっていうのが現実化、そうだよ、もうもはやスピルバーグの手からも離れてた、離れて暴走してる、暴走しとるよね、そういうことない、うん、一石を投じたっていうのがマイケルくらい、そうやね、うん、ずっと一石を一石を投じ続けて、うん、ゆいに絶対突っ込まれちゃう、大きな一石の貯金で、うん、ずっと生きとるような、生きとるね、同じがあっちゃうもんね、うん、ソフィアとかもそうだったっけ、はいね、マイケル・クライトンかな、うん、大概人間の神の、うんうん、人間神の領域に入っていかがなもんかって言って、うん、暴走するのは、まあ、マイケル・クライトン、うんうん、そうやね、うん、まあ、クライトン節炸裂、クライトン節炸裂、それをでも現代のね、その、うん、まあ普遍的なテーマっていうことだよね、そうそう、いま、うん、だに考えさせられる、そうそう、それをもうすごい見事にでも作ってるっていうかさ、うん、その見飽きた感じは全然せず、うん、全然せん、うん、ずるいなとは思わんだよ、ね、別にむしろ古典でありでも、うん、同じようになんかこう考えながら見てる、うん、キース兄弟のアメリカドラマ映画よもやま話のコーナー、やわね、千夜一夜、千夜一夜の、うん、コーナーでしたけど、ね、お楽しみいただけたいです、いただあなたの心に悩みが残るでしょう、でしょうか、うん、ゲストコーナー行こうかね、まだ話す、あ、ゲストコーナー行こう、うん、そんな感じで、うん、じゃあゲスト、うん、コーナーどうぞどうぞ、はい、今週のゲストは、自閉症という障害のを持っているお子さんですよね、はい、をお持ちのお母さん、そうですね、ややこしいですね、門坂さんにお越しいただいてます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、門坂です、門坂さんのちょっと活動、どういった活動されてるかっていうのを簡単にお話しいただければと思いますけど、はい、地域の中で障害があっても当たり前に暮らせる、そんな地域になったらいいなということで、ドクタースランプあられちゃんという昔にあった漫画、漫画に出てくる村の名前をつけた狭山のペンギン村という会で活動しているですけれども、はい、内容としては障害があっても、はい、年を取ってても若くても、はい、
外国人でもみんな当たり前に普通にこう地域の中で一緒に育ったり、働いたり暮らしたり暴れたり、そうですね、はい、うん、ペンギン、まさにペンギン村のようにむちゃくちゃしてやるぞっていう、うんうん、めちゃくちゃって言うとね。あ、違いますね。あれ、地球をかち割ったりする漫画じゃないですか。そうですね。だから、そうよね。制度をかち割るとかね。そう。そう。要は普通に生きるということ、はい、地域の中で、ね、はい。だからそれは門坂さんが今までいろいろやってきた活動の中で分けられてたわけですよ、障害者って、はいはい、社会の中で。そうです ね、 ね、お子さんがその障害をお持ちで、本来だったら分けられていたはずだけれども、門坂さんの場合は無理やり普通の学校に入れてたっていう。まあ、無理やりそうだね。それは無理やりっていう言い方で合ってます？合ってます。3年前に、はい、国連の障害者権利条約に日本も批准したわけだけれども、はい、批准するにあたって、初めて日本の普通学校に、障害のある子が入ってもいいよって制度が変わったんです、うん、それまでは本来ならここに来てはいけない子、はい、いないはずの子として、はい、普通学級に入るということは、まあ、うん、まあ認められてたっていうかな、うんうん、本来ならばそこにいない子ではあった、うん、3年前ですね、うん、たった3年前。そうなんですよ、はい、だからそれまでは例えば県の教育委員会に普通学校の中に障害者が何人いるか数字を教えてくれって言うと、わからないって言ってたのね、うんうん、いないですって答えるならまだわかるじゃないですか、うん、いるべき子供じゃないから、うん、いませんっていうならわかるけど、わ、うん、かりませんっていうのは結構ある程度いるっていうことなんですかね、うん、あ、かなりいますよ。僕も子供の頃、うん、おそらく知的障害の、うん、だ2級ぐらいかなみたいな、ABC でしたっけあれ、そうですね、B ぐらいかなみたいな、ね、はい、子がいたんですけど同級生で、ああいうのって、うん、無理やり入ってるっていうことなんですか。そうですね、みんな小学校入る前に健康診断、うん、集団で受ける、うん、はい、受けた経験皆さんあると思うんですけど、はい、あれが振り分け の、うん、最終に見分ける、はい、テストなんですよ。要は、うん、健常か障害かっていう仕分け、そう、隔離政策の一番門のところですね、うんうん、最初の、うん、だからそこで障害があると、うん、こう今は支援学校、うん、支援学校へ行きなさいと、うんうん、振り分けられたにもかかわらず、うんうん、あなたは障害者ですからあっちの学校に行ってくださいっていう、ちょっと遠いところにバス乗って行ってくださいみたいなこと言われたにもかかわらず、うん、普通学校に、行かせたわけですよね、門坂さんは。そうですね、本当にどういうふうに子育てしたらいいんだろうって悩んでる時に、はい、坂本さんが講演の中で、はい、障害者を一番障害者と扱うのが親だと、お、一番さ、うん、大きな差別の壁が、うん、一番最初で一番大きな壁が親だと、うん、はい、なるほど、うん、うちの子はこうだからっていうのを最初にこう、そうですそうです、うん、これ同じ坂本さんですよね。この坂本さんです。それはそう、間違いないですよね。間違いないです、はい、はい、この容姿、うん、もうちょっと若かったと思いますけどね、当時はね、白髪はもうちょっと少なかったから、うん、そうそうそう、うん、絶対うちの子なんかに一人で暮らせなんて言ったって暮らせませんよと、うん、みんな思うんですよ、うん、ね、だからそれをやってる限り子供は地域の中で生きることはできないよと、うん、ね、やっぱりそれこそ昔から言う可愛い子には旅をさせろという、うん、はい、あるけれど、はい、そういう形でおっぽり出しちゃえと、うん、坂本さんとか同じように地域で当たり前に生きようという活動をしていらっしゃるグループの方たちが、すでにうちの息子が入る2年前、あ、まさにその1年前から県庁で、知事室を占拠しまして、ほうほう、そんなことがあったんですか。
さらっと言いましたけど、すごいことが、そうなんですよ、実は。選挙してたんですか。選挙してた。それ聞きたいですけどね。もうそれは、まあ、気になって仕方ないです。気になって坂本さん。坂本さん、黙ってないで。いやいや、それはまたまたの機会で。そんな暴力行為を。いや、あの結構大革命、記録見ると楽しいですよ。はい、あ、そうなんですか。子供たちがね、はい、あの知事室 の, あの隣の応接室 の,、はい、あのソファーで飛び跳ねてたりで、はい、子供たちもそれいいですね、子供革命が、ね、警備の人に囲まれながら、はい、あの夜間講座かなんか開いちゃったりしてね、うん、ゲストを呼んだりして、楽しそう、うん、どんな状態なの詳しくまたちょっと聞きたいです。それはまた大特集の次回当時の知事にもお話伺うとしてでそれ影響下で、そうですね、はい、現在は障害児も普通学校に行きやすいというか、行きやすいんですか、それとも行くべしなのか、行きなさいっていう、いや決して行きやすくはまだなってないんですけど行ってもいいですよっていう状態ですか。そうですね。ああ、じゃあ門坂さんの立場どういう感じですか、普通学校に入ってどこまでするべきなんですか、その特別な支援ですか。はい、まあ、例えば目が見えなかったら点字の教科書とかは必要じゃないですか。はい、それ以上の何か、うん、確かに医療的なケアが必要な子っていうのもいて、その子たちの通常学級へ通うということも今あのいくつか事例が出てきている、うん、それと同じように、じゃあ障害のある子に一人ずつ介助員がついてなんてことになったら、子ども同士の知ったもんだやるね、あの、うん、当たり前のこう揉め事がなくなっちゃうんですよ、うんうん、そうするとなんで通常学級に行ってみんなと一緒に育ち合うのかっていうメリットの部分がね、ごっそりなくなっちゃう、結果分けられた教育と同じような感じになるから、うん、それ最低限に抑えるべきだっていう、うん、そうそうそう、だから要は普通に学校生活させればいいんです、うんね、全盲の子は点字の教科書は必要だと思うんですけど、うん、介助者は必要ですか。必要ないです。あ、もう一人で、一人で、うん、あるいはクラスの友達がエスコートすればいいわけですよ、うんうん、でそれを介助者までつけないと一緒の学校に入れませんよって気になるとちょっと行き過ぎというか、そうそうそう、今どちらかというと親がそれを求めちゃう、求めちゃう、求めちゃう、親が求めちゃう、はあ、なるほど。なぜ求めるか、不安だから。うん、ね、歌子さん一人暮らしされてますか。いえ、してません。ほっぽり出さないですか。なぜでしょうか。うちの総領息子だからです。え、かわいいから言ってること違うじゃないですか。そう、この人だって親なんですよ。長男ですよ。はい、長男ですよじゃないですよ。跡取り息子ですよ。はい、あのね、なんで障害があったら一人暮らししなきゃいけないんですか。はい、障害者にだけ今それ求められてる。可愛い子ほど旅に出せみたいな。その代わり日常生活ではかなり外出してますから。いつまでも結婚しないでいる子供ぐらいな感じですかね。うんうん、本人は結婚の意思もあるし、うん、好きな子できればすぐに一目惚れして、うん、すぐ告ってすぐ断られて、うん、であのすぐに諦めちゃう子なんですけど、うん、諦めもいいので、うんうん、あの告白された方が戸惑ってるんですけどね、いつもね。悩む必要ない、うん、ごめんね、申し訳ないけど、うん、あいつすぐ切り替えてるからって言ったらね、あ、そうですかって告られた。告白された方とお話まで知ってるんですか、お母さんが。あ、あの全部じゃないですけどね。はい、あの逆にあのどういう状況なんやろ。あの電車の中で、はい、あの豊が告ってたっていう、はい、あの豊の昔の同級生とか、はい、学校が同じだった子が、はい、他のお母さんたちに話をして、はいはい、そこから伝わって、はい、私の耳に入るとか、はあ、そうですね。僕まだお母さんがちょっと過保護な気がしますけどね、なんかまだ守ってる気が全然おっぽれだなんかっていうか、もっと突き放すのかなと思ったら意外と守っとるやんって思いました。じゃあ今度ガッくんとね、はい、門坂さんでこの番組の中でバトルやればいい。バトル、いや僕は豊さんに話聞きたいです。豊さんのね、はい、話、はい、あ、本人ね、本人にどうなんていうの、今度連れてきてもいいか、うん、あ、そう、ぜひ一緒にねちょっと喋ってみたいです。できればお母さんよりは
本人のはいいやね。そうですよ、本人のダウン、本人からしたら今欠席裁判ですから、うん、いやいや一人暮らししたいよって思ってるかもしれないじゃないですか、もしかしたら。あの一度ね、一人暮らししたいって言って、うん、すぐ近所に、うん、本当にあの、30メートルぐらい離れたところに近いなワンルームマンションができたんですよ違うぞ、ね、でそこをね離れあの見に行ったんですよ、うちの息子一人、はいはい、あの、あそこいいかもしれない、物件探し、うん、はい、いいの見つけたぞと、うんうん、やっぱりお母さんもうしばらく家にいますちょっと今検討中っていう感じだから、ね、考えた結果もうちょっといますといます気持ちはわかるね、はい、ということでまたじゃあそのミクさんにも機会あればお話ししたいなと思います、ね、はい、今日は、門坂さんにお越しいただいてお話伺いました、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ね、こうやって喫茶店で、うん、こうやってね、うん、ラジオをやってみるっていうのはもう二度とやらんとか、うん、やめとこう。そんなことはない。そう、案外心地よかった、ね。あ、本当。うんうん。坂本さんと一緒やったらちょっとブレーキ効かんから、うん、ちょっと怖いなと思うとこあるけど、うんうん、二人やったらまだええかなと、うん。そうならばいいけど、ここ禁煙やからね。そうね、さっきからねタバコ吸いたい、吸いたいって、早終わりたいし、そう、早終わりたい、うん、まあね、同じクローバーメディアでね、うん、別番組で、うん、ちょっとびっくりしたけど武田邦彦さんがね、うん、新しく番組ね、番組始まって、うん、あ、じゃあクローバー TV っていうのかな、 TV、うん、なんかでも同じ映像とか、ね、うん、こっちはラジオで向こうは映像で、うん、番組をやってる、うんうん、武田邦彦さんってさ、うん、本当我々の師匠、まあ師匠やね、やね、うん、言うとこんなテレビ出てる人なんでね、うん、そうそう、これ武田さん本人にもメールしたんやけど、うん、武田さんのことを思うときに必ず思い浮かべるのが、あのフロイトと芸術家たちを思い浮かべるね、うんうん、フロイトがなんかああいう科学的な、うん、活動をやってって、うん、それに影響を受けた芸術家たちがシルバーレスもやってたみたいな感じのことをよく思うね、うん、武田さんと我々の芸術活動、うんうん、そう、だから勝手にも武田派みたいなさ、うん、の武田邦彦さんに影響を受けて創作活動をしてる人って我々だけじゃなくても多分結構多いと思う、うん、結構多いと思う、多分そういういずれ、うんうん、そういう風にねムーブメントになるやん、うん、そういう人に会ってみたいですね。そういう人って武田派の、ああ派の人の、うん、いるんやろ、いるんかな、やろうけど ね、 ね、話合わんやろ、合わんやろね、うん、どうせなんかうがったことをなんか大胆に主張するっていう武田さんのスタイルになんか、うん、ピンときとるだけの人たちや、うん、はい、一応チェックはしてるぐらいの、うん、チェックじゃないタバコ吸いたくて適当にという感じで、まあ、うん、タバコ吸いに行きますか、タバコ吸いに行きましょう、うん、ということでまた来週、ありがとうございました。